にちは、男子ベースボールチャンネル今日の、まあ、ゲストだよゲスト。さあ2回目これね里崎さん、はい、1回目、はい、それがね、はい、YouTube のチャンネルを作って、はい、一番最初のゲスト、はい、佐藤、はい、ありがたいことに、はい、180万回お全部合わせですか。いやいや1本1本がのすごいのは、はい、何話したか覚えてないんだけどで今日は、はい、まずテーマとして、はい、日本シリーズ、はい、もうすぐ、はい、これ今日金曜日なんで、はい、明日から、はいはい、え予想はだから紅林杉本出れるかどうか問題が結構大きいね。あれがあの選手が出れなかったらこのクライマックスシリーズもファイナルは特に紅林と杉本が打って、はい、あの最小得点差を勝ち切った、うん、あとは負けてた山本で負けかけたのを勝ち返したっていうところもあるんでそこがもし出なかったら多分ショート野口なんですよね、はい、で外野がもうだからセディーニョとかを DH とかに使ってなんとか回さないといないよ、はあ、だから茶野とかあれはトングーは出れんの。トングーがだから走れるかどうかなんですよ。だから結局多分そのクライマックス出た時も打つのは打つんですけどすぐダイソー出てたんで走れなければ多分もう代打しかないんですよね、はい、だからもし走れれば守備守れるんで多分 DH を開けてファースト守れると思うんですけどだ走れるかどうか問題やっていうだそこら辺がもし全員ネガティブ要素として出れなかったら下手したら4勝0敗そこまでいく阪神ありえると思うしある、はい、あそう、まあ、よくても4勝1敗みたいなで阪神もそこはじゃあ出れた場合出れた場合だと、4勝2敗で阪神ですよ。似てる俺4、3で阪神なの、はい、俺の予想ね、はい、まあ、まずオリックスはそこだよね、はい、出れるかどうかだよね、うん、でタイガースの場合はちょっとクライマックスシリーズそんなに圧勝してないですよね、はい、まあ、なんとか相手のミスとかギリギリでまあ勝ち切った強さはありますけど圧勝はしてない。その要因は 1,2 番のやっぱ近本中野が0割9分1厘2人とも1割も打ってないんであそこが出塁しなかったことと足を使えなかったことで多分得点源が失われたと思うんですよ。だからそこが日本シリーズまでしっかり調整してこれてて、うん、両者が2割5分から最低3割ぐらい打てれば、うん、もっと回るんで、はいはい、そういったところでは。あと大山は俺大山のさ調子がちょっと悪いよ、ね、うん、大山も出なくても大丈夫です。そうそう、はい、そこがうまく出ればそしたら多分下位からの連動性がまだ出てくるんで、ね、はいはいはい、クリーンアップを通過しなくても、うん、やっぱこの、はい、やっぱ木浪がいることによって、うん、得点源を保てるのと、はい、で開幕戦がパリーグなんで、はい、京セラなんで、はい、DH が入るんで多分下手したら9番 DH もありえると思うんですよ。そうだ、ね、はい、岡田さんはその打線の並びを崩したくないからっていうところ でそうなってきたらそのまた裏回りが良くなるんで、はい、クリーンナップが機能すればいいですけど、うん、万が一機能しなくても裏回りの3番森下までで得点できる打線組めるんじゃないのかなっていう、うん、あ、そういう感じか、はい、でそしたら、まあ、多分ですけど先発は村上、うん、僕は伊藤将司だと思うんですよ。お2戦目ね、はい、うん、で大竹は甲子園で持ってきた方が打つのも、うん、打てるんで、はいはい、そっちの方がいいかなっていうところで、うん、あのオリックスは山本宮城やと思うんですよ、はい、で、東でここに山崎幸が来ると思うんですよ、はい、バッティングがいいんで、はい、最後ら辺に、うん、だから田島とか曽谷とか、あ、そうだね、はい、曽谷かな、はい、そうなるとどっちだろう。あ、でも最後田島あれちょっと崩したんだっけ、フォアボール、そうそう、フォアボールでバンっていかれたんで、 そこストレートストライクさえ投げてればそんな打たれてないんで、だ最後は田島でまた山本宮城っていうところが来ると思うんで、そうだね、だ投手力はどっちも一緒だと思うんですよ。いや、そうなのよ、能力的には。俺はパワー、まあ、パワー系のオリックス投手陣、はい、で、阪神はパワー系じゃないと、はい、どちらかというとキレとかさ、はい、コントロールでコンビネーションで勝負するタイプ、はい、でも、まあ、両方ともやっぱピッチャーが先発陣はある程度揃ってるし、うん、で、まあ、中継ぎ後ろも、まあ、オリックスはどちらかというと力がある、で阪神はもうそのままなんかキレのあるピッチャーで、まあ、似たようなもんで、ここはねあんまり心配はないんだよね。だからどう点数取るかでしょ、はい、それ
だからそこだけで、だからもう1、2番が機能すれば、はい、阪神は圧倒的に有利なんじゃないのかなっていうところと、ね、オリックスはあの怪我人たちがどうコンディションを整えてくれるか、はい、まあでも1年間もう流動的だったんで、まあね、中島監督はそんな焦ってないと思うんですよ、うん、戦い方としたら慣れてるんで、あとは選手たちがどこまで躍動するかだと思うんですけど、だからまあオリックスの場合はさ、あの打順もその試合によってまた全然違ってくるだろうから、はんはんはん、まあ、その辺はね、だからその出れる状態かじゃないかって、うん、もうそこだけだよね、はい、形にはこだわってないと思うんで、で、あと俺は一つ気になってるのは、気になってるっていうか、その大阪ダービーじゃん、はい、大阪ダービーとはいえ、はい、俺ほぼほぼ阪神ファンだと思うんだけど、いや売り出しないです、オリックスファンに売り出してるんで、もうビジター売り出してないです、あの甲子園みたいにあの上ぐらいになるようにもう売り出してないですだからでもあんなことは多分なんないんで、半々ぐらいにはなるんです、半々かな、半々、はい、俺ね6、7割阪神なんじゃないかな、売り出してないです、そんなもうオリックスは、まあ、そう、はい、やっぱホーム用、まあ、多分ファンクラブ用に最初売り出すじゃないですか、あ、そっか、はい、一番最初はだから、それでほぼほぼ半分は絶対埋まると思うんですよ、だからそのビジター用にどこまでオリックスが売り出そうとしているかが勝負ですね、でもさ、はい、そうやってそのオリックスのファンだっつってね、はい、買って、はい、実はセリーグは阪神を応援してたっていうね、でもファンクラブ入ってないといけないんで、だからオリックスのファンクラブに入ってたら、だから阪神のファンでもパリーグはオリックスのファンクラブ入ってる、阪神ファンってやりそうじゃない、まあまあまあ、やりますかね今慌てて入ってる人はいるかもわかんないですよ、まあね、今、はい、でも多分ゴールド会員ぐらいから先にね、先売り出されるんで、だからまあ最低で僕は半々ぐらいになるんちゃうかなって思ってるんですよ、はいはい、でも甲子園行ったら、甲子園行ったらあそこの上だけです、500人ぐらいですでもさ、はい、日本シリーズでファンが半々ってなかなかないぜ、ある、そうですか、ある、いやいや、ほぼ半々ぐらいですよ、あ、そう、はい、やっぱり、ロッテは ZOZO はもう埋まります、もうほぼ、はい、8人ぐらいロッテファン、はい、いや本当に、はい、で名古屋も、名古屋はバンテリンはまあちょっとビジターが多い時あったけど、それでも 7-3 とかですよ ね、 そうだね、ライト、レフトスタンドと一塁側に半々ぐらい入ってるぐらいなんで、多くも分かれて 7-3 ぐらい、うんうん、だからでもね、俺ベイスターズの時は西武で 6、7割ベイスターズファンだったと、うん、あの時はやっぱ近いから、そう、一斉にそれはあったね、うん、あと岡田さん18年ぶりじゃないですか、うん、18年前4勝0敗で負けてるんで、だから今回4勝0敗で勝つっていう壮大なドラマがそう、ドラマを佐藤なんか結構その数字出してくるよね、はあ、ドラ僕はドラマのフィクション的なので 4-0 も脚本に書いたら面白いなっていう、あ、まあまあ、みたいなあるよね、はあ、あと山本がねちょっと調子悪かったんで初戦に、そう、だからそこをこの調整しきれてくれば、でおまけに、まあ、去年は山本ヤクルトの1戦目か、はい、で怪我したじゃん、はい、だから、まあ、投げれなかったけど、はい、でも山本まだ1回も勝ってないからね、そうそうそう、そうなんですよ、はい、でもまあ京セラなんでね、ビジターじゃないんであったかいんで、まあ、そこはね、はい、そこら辺がひょっとしたら最後の日本のユニフォームになるかもしれないんで、そうだね、はい、まあ、本気で来るだろうね、でも関西ダービーね、関西ダービーで関西盛り上がってますよねって言うんですけど、いや阪神を応援してるメディアが阪神を盛り上げてるだけちゃうんだだってクライマックスシリーズ制覇会見もあれも、まあ、中島さんはもともとちょっと塩対応でちょっと冷たいですけど、まあね、あれは怒りますよ、もっとだって阪神のことばっかり聞いてるんですもんなあ、せっかく制覇したのにね、やっぱもうちょっとオリックスのことも聞いて、ね、最後の最後に阪神ですけど、最初から阪神ですけど知らねえよみたいな、しかも奇跡のクライマックスシリーズ中島さん休んでて阪神戦戦ってないっていうね、それはもうただでさえ冷たいのにもっと冷たくなりますよね、気持ちは分かりますけどね、メディアの盛り上げていくのに、まあな、オリックスなんか3連覇だからね、最近3連覇したってだからカープ以来じゃないですか、セ・リーグだと、パ・リーグだと多分西武以来って言ってました、あの5連覇した時の、はあ、森さん時のあれ以来の多分3連覇って言ってました、はあ、ソフトバンクでも3連覇はしてないと思うんですよ ね、 リーグの、はあ、すごい、だって今年初めてオリックスマジックついたんですよ、
この優勝するのも3連覇の中で。そうだね、去年はもう最終戦だからね、はい、だって関西チーム同士のチームが同時にマジックついたのが史上初らしいですもんね。あ、そう、はい、その前の関西ダービー日本シーズンの時は、うん、多分あの前期後期制だったと思うんで、はあはあはあ、パ・リーグが、はあはあ、だ多分マジックとかなかったと思うんですよ、はあはあ、最後にプレーオフ勝った方がなるんで、はい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 、そういうことだね、はい、そうだよな、59年前でしょ、はい、生まれてないでしょ、生まれてないもん、俺だって生まれてない、はい、白黒かもかんないですよ。俺生まれた時は多分ね、カラーだったと思うんだよね、はい、多分、ね、それは絶対カラーですよ、はい、僕だって長嶋さん知らないですもん選手。いやだって王さんも、王さんも僕知らないか分かんないですよ。テレビでは俺見たことあるかな、うんうん、そこはさすがに、まあ、でもじゃあ茂さん4勝3敗で阪神、阪神、うん、もう星取りも俺ちゃんと、まあ、1戦目2戦目はちょっと微妙だけど、うんうん、まず最初の京セラで1勝1敗、はい、で甲子園で2勝1敗、はい、まあ、これ阪神側から言うとね、はい、2勝1敗で、まあ、6戦目ちょっと1回負けるけども、もう1回守ってきますから、ね、じゃあ最後までもつれる、最後まで僕はもうちょっと今年は勝負って 4-1 で阪神っていう、はい、ちょ勝負このトンみたいな。で僕あんまり厳しくやるとすぐ怒るんですよ、その低いアンチとか言われ出すじゃないですか。いやアンチでも、アンチでも媚び売ってるわけでもどっちでもないよっていう。そうだね、もう単純にその本音っていうかさ、はい、まあ、それを言ってるだけだからね、はい、別に怒らそうとかさ、はい、そういうこと一切別にね、下げ済んでるわけでもないし、肩入れしてるわけでもないし、だって阪神に 4-1 で阪神にしたところで阪神の仕事なんて1ミリも増えないですから。正直そうだね、はい、でもね俺阪神、阪神のね俺結構あんのよちょこちょこ、はい、まあ、阪神っていうか関西のラジオとかさ、はい、まあ、CS とかさ、はい、あんのでしょ、はい、阪神のこと結構いいこと言うと、はい、阪神ファンめっちゃ優しいよ、はい、俺に対して あの YouTube とかのコメントで。でも1位強くて悪いことニュースないですもんね、言うこともまあね、はい、うん、正直、うん、普通にやってても。でも今年も阪神1回ちょっと落ちた時あったじゃないですか、はいはい、あの時岡田さんやめろとかってめっちゃ言ってるファンの人いましたけどね。そう、はい、でも勝ったら岡田さんって言ってるからみんな。そうだよね、はい、だからねやっぱりプロは勝たなきゃいけないんだよ、はい、何ね、そう、どんなことやっててもプロセス関係ないですよね最終的に、はい、勝ったら、まあ、俺らはプロセスは大事だけど、勝ったらね、勝ったらいいね、何やっててもおーって言ってくれるしね。そう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 、見せてなくてもあれは陰でやってるとか言ってくれますから。やってなくてもまあ、まあ、いろんなことをこう想像しながらさ、皆さんみんな見てるから見てるし、だ皆さんのコメント欄に勝敗表欲しいですよね。あ、何勝何敗でっていうね、人のこと文句言う前に自分らもやってね。あ、ぜひね、じゃあこの動画を見終わった人はコメント欄に、はい、私はもう私は何勝何敗どっちっていうのをみんな入れてもらって、で終わった時に外れたらちゃんと反省してください。そう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 、はい、だからうちのマネージャーからそういうものを送らそうかね、はい、だからさっきしげさん言われたように、うん、全部の星取り表を書いてほしいですね。そうだね、初戦はどっち勝つ、2戦目は負ける、勝つ勝つとか ね、 いいね、はい、それでもし全部当たったら大したもん、大したもん。だからそれを全部当たった人なんか考えよう、うん、考えよう、うん、まあ俺のね、もしかしたらなんか使ってたもんとかさ、うん、プレゼント、うん、企画4勝1敗でもね、いろんな4勝1敗あるし、4勝3敗でもいろんな4勝3敗あるから、全部ぴったり当てた人、ね、いいね、それいいっすね、いいね。じゃあもしさ当てたら、じゃあ佐藤のところにも何かもらいに行く。あ、わかりました、はい、じゃあ俺と佐藤の何かをプレゼント、はいはい、これで何人かもし複数名いたらこちらで抽選、はい、うん、だから最大2人して 1個ずつですから ね、 そうだね、はい、うん、じゃあぜひ、はい、だから1人だったら2つ行きましょう、はい、皆さんぜひねコメントたくさん、まあ、コメントっていうよりもその予想、予想、はい、もうこれ締め切りはゲーム始まるまで、そうですね、はい、第1戦のプレーボールまで、はい、で全部ね1戦目だからちゃんと何勝何敗じゃダメですからね。そう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 、1戦でこれもう引き分けもあるですからね。そうだよ、はい、まあ、もしかしたら、ね、もしかしたら、ね、俺みたいにあったら、ね、はい、引き分けはあるんで、私さ去年も引き分けを読めなかった、うん、そう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 、うん、それ全部当たったので、そうですね、はい、面白いですね、ぜひやってください、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい。